次はですね、ショルダーの持ち方でございます。肩にこう下げる、下げて持つっていうね、こういう場合、これもですね、手で下げるときと一緒で、どうしてもみんなカバン前に持ってきてしまいます。こういう猫背でね、こうするとまた、この辺にも当たるし、すごく横から見てもすごく、なんか物を盗んで持ってきたみたいに見えますから、すごく変ですよね。でこれもね、このでこう下げてたら、こう肩からどん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 落ちてきて、こうやってしまってる人多いですね、特に重いとね。そういう場合もどうしたらいいかっていうと、カバンをね、これ後ろに持ってくるんです。真横ではなくて、ちょっとねリュックのような形で背負うような感じで後ろにこう持ってきます。いいですかね。で何もしなかったら戻ってきちゃいますから、どうやって戻ってこないようにするかっていうと、腕の重みをですね、ここにポーンと胸張り気味にして置いとくと戻ってきます。そうすると横から見た時に綺麗ですね。こうなってるのとこうなってるの、全然綺麗さが違いますし、こうなってると重心がしっかり前にありますから、すごく前に進みやすいですね。こうなってるとですね、カバン前に来た分、ちゃんと体をバランス取るように重心後ろに来ちゃいます。そうすると前に進みにくくなりますから、しっかりこうやって後ろに持ってきて、ちょっと背負うような格好にする。そうするとですね、体の左右のバランスもよりこれ中心に、カバンが中心に来るようになるので崩れなくなります。真横で持ってるとどうしてもこうなりがちになりますのでね、こうしたくなってきたりしますが、後ろに持ってくると左右のバランスがほとんど崩れませんので、ぜひね、おやりになってみてください。で、縦腰体操よくやり込んで、いい姿勢保ってるとこの姿勢がすごく取りやすくなりますからね。そうするとあんまり手でやらなくても戻ってきにくくなります。こうなると戻ってきやすいですから、しっかり、ここからくるんなりやってですね、いい姿勢とって、このまま腕をここにポンと置いといてあげると、こうカバンは前に戻ってこないので、すごく、さっそうと歩きこなせますから、ぜひやってみてください。でこのカバンがもう強烈に重い場合、なんかいろんな仕事道具とか入れまくってて強烈に重たい場合、この腕の重みだけではなかなかこう支えきれないという場合はですね、最終手段ですけれども、ここをね、後ろ軽くキュッとこう、キュッとこう、指でこう、挟んであげます。そうすると、こう戻ってこないので、こんな感じ、あまりに重い場合は、こうやって歩くようにしてください。別に見た目変じゃないですよ。あ、重いカバン持ってはんねんなと思われますからね。あまりに重たすぎる場合は、やってみてください。ちなみに、こう、これをこう、たすき掛けっていうんですか、こうやって持つ人いますけれども、これはすごく体に良くないので、ぜひやめてください。もう片側にかける方がよっぽど体にいいです。たすき掛けすると肋骨が圧迫されて呼吸が止まるのと、どうしても体がねじれてしまいますので、やらないようにしてください。では、今回はこの辺で。じゃあね。トゥン!